荒川中川橋梁国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成荒川中川橋梁荒川中川橋梁は東京都江東区審査江戸川区西新町の東京地下鉄東西線南砂町駅西下山駅間にある荒川及び中川にかかる鉄道橋である荒川の川口から約 0.5km の地点に位置するは 左岸側と右岸側では、左があり右岸側が12メートル上流側にずれるため、橋軸が河川に対し直角に交差しておらず、わずかに車角が付けられた車橋である。橋梁の全長は1236メートルで、関西国際空港連絡橋の橋用開始までは、私鉄では最も長い鉄道橋であった。元橋の形式は、単純下地ワーレントラス式鉄道橋十六連で、 1981年当時は日本一長いワーレントラス式鉄道橋だった。トラスは水色に塗られている。柵も水色であるが、江東区側では白色のもので覆われている部分がある。隣接している二つの川を一つの橋梁で渡るために長くなった。また、両端では河川区域ではない陸上にかかっている部分があるが、 これは昔この付近まで海岸が迫っていたためである。途中に勾配が存在するほか、西側では緩いカーブがある。軟弱地盤の場所に建設されたため、橋脚の基礎は地下72メートルまで打ち込まれている。これは当時としては世界的な思考記録である。AB、鉄骨橋梁年間昭和44年度版191ページ。AB やなぎさはゆ一郎。 共状継ぎ目軌道のクリープ対策土木学会2018年7月19日閲覧 AB 荒川下流河川維持管理計画国土交通大臣管理区間編国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所 P932018 年8月2日閲覧 ABC コロタン文庫鉄道 ナンバー1 1 0 0科 P139ABC 鉄骨協量年間昭和44年度版190ページ柳沢雄一郎協情継ぎ目起動の新たな管理手法土木学会2018年7月19日閲覧ありがとうございます